ロマニオット、ロマニオット、ロマナイツはヘレニズム時代から2000年以上にわたってギリシアに住んでいたユダヤ人のことである。母語はギリシア語といえば暗語。ギリシアのユダヤ人の多数を占めるセファルディム1492年のスペイン追放以降にギリシアへ定住とは異なる集団である。現在非常に少数で特にギリシア国内にはほとんど残っていない。 ギリシア系ユダヤ人の存在を示す最古の文献は、オロポスという小さな町で発見された。それは、紀元前300年から250年に書かれたと推測される文書で、奴隷とおぼしき男のことを、ユダヤ人も、塩の息子もシすと記していた。ロマに、夫は、アシュケナジムともセファルディムとも異なるギリシア系、ユダヤ人のグループである。ユダヤ人は、 バビロン保守の時代にはギリシアに住み、イエスの時代にはギリシアの主要都市に複数のコミュニティを作っていたと考えられる。ロマーニ夫の伝承によれば、最初のユダヤ人がヨニアに到着したのは、紀元70年第二神殿破壊の直後のことである。新約聖書によれば、聖パウロはギリシアの複数のシナゴーグで説教していたことがある。トデラのベンジャミンによると、 当時のギリシアで最大のユダヤ人コミュニティは、定売にあり、約2000人のユダヤ人が住んでいた。彼らは、染色や絹織物の製造で身を立てていた。当時すでに彼らは、ロマニオットと呼ばれていた。1492年、スペインを追放されたセファルディムが、退去して、オスマン帝国支配下のギリシアに押し寄せた。セファルディムは、ロマニオットよりも裕福で誇り高く、 宣伝されており、ロマニオットから距離を置いていた。テサロニキは、当時世界最大のユダヤ人、大半はセファルディムだったのコミュニティとなった。テサロニキは、ラビの伝統の中心地ともなった。クレタ島では、ユダヤ人は貿易業界を支配した。やがてロマニオットのコミュニティは、強大なセファルディムに飲み込まれて同化した。同化を免れた、少数のロマニオットは、 イピロス地方のヨアニナや米国に生き延びた。ロマニオットの風習はセファルディムとは全く異なっていた。セファルディムの言語はラディーノだったが、ロマニオットの言語はギリシア語に由来するイエバン語だった。ロマニオットの学者たちはタナハをギリシア語に翻訳した。二十世紀初頭にはヨアニナのロマニオットは約四千人を数えた。大半は 身分の低い人人や職人だった。た貧困を国ににして国外に移民する者が後を絶たず、第二次世界大戦の直前には、弱になのローマニョットは1950人に減っていた。市街地の中心にあった二つのシナゴーグのうち一つは、今日もなお残っている。第二次世界大戦中、ギリシアは、数軸国に占領され、ギリシアのユダヤ人の86%は、特に、 ナチスドイツとブルガリアに占領された地域で殺害された。ギリシア正教会と多くのキリスト教徒ギリシア人はユダヤ人の命を救おうとしたが無駄だった。ドイツ軍とブルガリア軍が多くのユダヤ人を強制収容所に送ったにもかかわらず、少なからぬユダヤ人がキリスト教徒の隣人にかくまわれて命拾いした。しかし、それでもテサロニキだけで四万九千人のユダヤ人が 強制収容所に送られて命を落とした。ナチに占領されるまでギリシア政府はロマニ夫をかばっていた。占領中、ロマニ夫はセファルディムよりも上手にギリシア語を操ることができた。一方、日頃ラディーノ語を話していたセファルディムのギリシア語は癖が強く歌うようなアクセントがあった。このためセファルディムはナチの前で目立ってしまい。 殺害されることが多々あった。ナチによってセファルディムのコミュニティが軒並み滅ぼされた理由の一つはこれだった。1944年4月、弱ニナのユダヤ人1950人のうち1860人がアウシュビッツとビルケナウに移送され、ほとんどがナチに殺された。1948年にイスラエル共和国が建国されると当時のギリシア内戦の参加も 相まって、ほとんどのロマニオットがイスラエルか、米国に脱出した。これをもって、ギリシアにおけるロマニオットの歴史はほぼ終焉を迎えた。今日、ギリシアにはほとんどロマニオットが住んでいない。ヨアニナとアテネに、わずかな数が住んでいるのと、イスラエルと、米国、主として、ニューヨークにいるだけである。ギリシア系ユダヤ人は外して、バビロニアたるムードの代わりにに従う傾向があり。 独自のミンハーグ、ユダヤ教における習慣を持ち、イエバン語という独自のヘブライ的ギリシア語を話している。イエバンとは、イオニアンの名である。現在、ギリシアに住んでいる、ユダヤ人の数は、ロマニオットとセファルディムを含めて4500人から6000人ほどで、大半は、テサロニキに住んでいる。ヨアニナのユダヤ人コミュニティの成員はわずかに50人、しかもほとんどは、 高齢者である。なお、ビバリーヒルズ青春白書で有名な米国の女優、ガブリエル・カーテリスは、ロマニオットの末裔と言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。